皆さんこんばんは。ぼうちゅのインスタライブ今週も始まりました、はい、よろしくお願いします。お願いします。音が出ちゃいました。音が出ちゃっ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 た。この感じでね、はい、はい、やっておりますね。お願いします。今日のゲストはですね、ヘアメイクアップアーティストの岡野珠恵さんをお迎えしております。よろしくお願いします。すいません。ちょっと大丈夫です。ようこそ。ようこそ。ようこそ。そして私はぼうちゅ編集部三好沙耶香と申します。お願いします。そして、ぼうちゅ東平と申します。よろしくお願いします。ということで、ですね、まず最初にいろいろお伝えさせてください。現在ぼうちゅ3月号が発売中でございます、春新色の使い方をいろいろお伝えしていたりですとか、毛穴企画ですとか眉毛企画ですとか、皆さんのお悩みを解決できる一冊になっております、まだお読みではない方ぜひ手に取っていただけますと嬉しいです。よろしくお願いします。そして、インスタライブが始まる前にご注意を申し上げますと、ご覧いただいている、携帯のモニターをできるだけ明るさを最大にしていただき、音量もできるだけ上げていただきますととっても見やすい状態になります。イヤホンなどを使うのもおすすめでございますので、ぜひよろしくお願いいたします。そして今日もですね、最後にプレゼントございます。なんだろう。内容とプレゼントの応募方法は一番最後に発表しますので、ぜひ最後までご視聴ください。大体30分くらいのインスタライブを予定しております。ということで、はい、始まりました、はい、本日のテーマこちらにドンと素敵なビジュアルもございますが、ナーズさんのベースメイクについてでございます。はい、はい、でここにね、ずらっとずらっとずらっとあるんですけれども、あさっての、15日に新色が発売されまして、19色ずつ揃っております。ナチュラルラディアントロングウェアファンデーションとシアーグローファンデーション、この2種類が15日に発売になります。こっちの四角いこの方が、ナチュラルラディアントロングウェアファンデーションというもので、ハイカバレッジでなんだけどナチュラル、とにかく崩れないというのがポイントでございます。そしてこっちの背の低い方の子、こちらが、シアーグローファンデーションで、シアーな輝きをサテンのような輝きになるというファンデーションでございます。岡野さん、これどちらもお試しになって、はい、どうでした？いや、もうあの全然質感が違うんですけれども、うんうん、その時その時に合わせてあの選べるっていうのがいいんですよね、うん、でこのどっちもツヤなんですよね。ツヤですね。でもまたツヤの質感が違って、うんうんうん、あの本当にシアーな透明感のある、うんうん、肌がちょっと透けるようなツヤが出るタイプと、うんうん、あとこちらはカバーをしてくれるんだけど、こう肌を磨いたような内側からこうツヤがこう出てくるような感じの、なんかこうちょっとステージが少し上がったような、もう綺麗なツヤ肌に仕上げてくれるんですよね、うん、じゃあなんかツヤといってもいろんな種類、そうですね、いろんな仕上がりがあるんですね。なんか昔だとツヤ肌っていうとこう油で仕込んだようなギトギトしたようなツヤで、ツヤがあればいいっていう時代があったと思うんですけど、今ってなんかやっぱりこうちょっとこう知的に見えるツヤだったりとか、なんかやっぱり、はいはい、あの肌がすごく綺麗に見える、もう研ぎ澄まされたツヤみたいなのとかも幅が広がってきて、まあ、自分がその時になりたい気分だったりとかでツヤを選べる時代になってるなと思いますね。へー、なんかすごいあの綺麗に見えて整ったツヤっていうのがすごく今の気分ですかね。整ったツヤ、はい、なるほどなるほど。実際にね、後で私と東平の顔でタッチアップしてもらいたいなと思っているので、はい、それを見てみたいなと思いますけれども、はい、あさっての15日にはもう一品、すごいアイテムが出るというふうに聞いてるんですが、東平さん、その商品をぜひ持って、はい、あ、こちらですね、いただけますでしょうか。はい、こちらがですね、15日に限定発売となります、スーパーラディアントブースターという名前のものです、うん、はい、これはですね、なんか下地でもあり、ファンデにも混ぜれるし、うん、ハイライターみたいにも使えるし、はい、みたいな、押してみますか、なんていうの、マルチ、マルチ、マルチって言ったマルチマルチのベースメイクアイテムっていう、マルチです。なんかツヤ感、何、キラキラ、ちょっとキラッとするんですかね、ちょっとこう、うんうんうん、きらめきが、細かいきらめきが入っている感じ、綺麗、うんうん、うんうんうん、ペランとする感じですね。そうですね、うん、これ結構編集部でも注目、うん、そうですね、なんか伸ばすとすごいこうテラランって感じ、テラランテラランって合ってますかね、はい、テララン、キ
ラキラって言ってる、はい、ちゃんと見えてる。ハイライトにもいいですね。マッシュ、はい、マッシュお留守番ですねって皆さん。そうなんです。ごめんなさい。インスタライブに呼んでしまったから。お腹とか空いてる。マッシュが多分空いてるんです。大丈夫です。ごめんなさい。ちょっとあまり長引かないように。はい、ありがとうございます。お家に帰るようにしますね。はい、すいません。ということで、まあ、今日はこのファンデーション2個、はい、2種類、そしてこのさっきのマルチなツヤの、はい、ツヤテララン。バイトフェのこの、はい、ラディアントグロスーパーラディアントブースターを使って、はい、メイクをいろいろ教えてもらいたいなと思っておりますが、はいはい、なんかこんなに色があるとまずどうやって選んだらいいのかがちっともわからないんですが、そうですね、迷いますよね。どうしたらよいのでしょうか。でもあのナーズさんのファンデーションは本当に色幅が広くて、うんうん、で多分皆さん一人一人がなりたい肌ってなんかちょっとした思考で変わると思うんですよ。ちょっと今なんか洋服がこういう色味だからなんか肌はいつもよりトーンアップ上げたいなっていう時と、やっぱりちょっと夏になるとヘルシーな思考でちょっとこう肌も出すことが多いので、あのちょっとだけ暗めにしてみようかなって言って 2,3 本はこう幅があると思うんですね。なんでセンターで自分が合う色味をなんとなく見つけたらそこから幅1、2本はなんかこう気分とか、うんうんうん、その思考で選んでいただければなと思って。上級者ですね。いやいやいや、でもあのそうですね、うんうん、あのでも変わりません。ちょっと色白で仕上げたいっていう時とちょっとだけこうやっぱヘルシーにした方が、うんうんうん、なんか今出てる色味に肌が合うなっていうのがあると思うので、うん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 、なんか本当にあの選べるんですよね、はい、肌も着替えた方がいいってことなんですね。そうですね、お洋服みたいに、はい、なるほど。ということで、はい、この2種類を使ってですね、はい、上級者って来てます。上級者、上級者ですか。来てます。上級者ですか。やってみましょう。早速タッチアップをしていってもらいたいなと思うんですけれども、はい、まずじゃあ私の方からやってもらおうかなと思いますが、はいはい、私はですね、どっちでいきますか。シアーグロではなかった。ではなく、こっちですね。すいません。私はですね、ナチュラルラディアントロングウェアファンデーションという、はいはい、こね、こちらの人を使ってみたいなと。すいません、思っております。思っております。ほぼすっぴん状態で一日過ごしましたので、やっとここでメイクをされる喜び、はい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 、はい、じゃあ早速つけていきたいと思います。お願いします。この手の甲に出して、うんうん、本当に少量出して。え、そんなちょっとでいいんですか。あのまず片面から出していきます。はい、で、はい、指先にとってこの広い面に塗っていくんですけども、本当にさらっと伸びてカバーしてくださるので、このファンデーションはここの頬の広いところから放射状に伸ばしていきます。で、はい、なんとなく側面はついてるかついてないかぐらいに軽く伸ばし広げていく感じで、はい、そうですね、すごい軽い、軽いですよね。で、反対側もこのこの目の下のところにまず乗せて、なんかあの皆さん大胆にすごい大量に乗せていってしまうと思うんですけど、うんうん、少量でカバーできますので、あんなちょっとの量で両方多分いけますね。お顔がちっちゃいのでカバーされている。わかりますかね。下地はちなみにしますか。下地は薄く入れてもいいですし、これとか、このそうですね、スーパーラディアントブースター、はい、うん、でも少しですね、この少し彼女は上からちょっとポイントでツヤを入れようかなと思ってるので、なるほどなるほど、はい、はい、じゃあ下地を気持ち程度に入れるということで。そうですね、で本当にカバー力があるので、こういう小鼻とかもトントントンって乗せればいいだけですね。で、うんうん、塗るときにですね、このちゃんとこう指先をこうピタッとフィットさせて乗せていくっていう、なんか指も指の腹だけじゃなくて結構なんだろう、指全体を、そうですね、指腹を全体使ってこうピタッとフィットさせていく感じですね。なんか割と指先だけで塗っちゃいがちでした。そうですよね、でもちょっとこう広いところを使って伸ばしていってますね。今日はクマが消えましたねっていうコメントが。やったやった。クマ、クマひどいんです。いや、でもこれで結構カバーいけますね。コンシーラーいらない感じ？いらない感じ。コンシーラーもいらないぐらいな、うん、カバー力。クマ部分はちょっと叩き込む感じですかね。そうですね。こうトン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 と。ちょっと私右利きなんで
変になってしまいますが、はい、はい、トントントンと結構乗せていく感じですね。で余ったので本当にもう今これさっき少量出したのでここまで仕上がってて、本当に余ったのでまぶたのカバーを薄くしていきます。なんかケチなわけではないんですけど、このあの少量で本当にカバーもできるし、なんていうんですかね、この肌が内側からなんかこうちゃんといいものを食べて肌がキメが整ったっていうような、もともとちゃんと綺麗な肌にちょっと塗ったっていう印象ができるってことですね。整った。でもシールはいらないですね。いらないんですよね。でもこういう光を浴びると本当に肌がキメがピタッと整って、でもツヤが整ったことによって出るツヤがあるんですよね。なんか上品なツヤですね。そうですね、はい、結構きちんとしてるからお仕事にいいって感じですね。そうですね、うんうん、そうそう、良さそう。なんかね、本当に大体この指の腹だけ、何先だけで塗りがちだと、この結構そうですね、この広いところでこういう感じで、すごい顔に指がこのくらいまで寄り添ってるイメージ で、はい、第二関節まで、第二関節までは言ってました、うん、言ってました、言ってました、で、こちらのスーパーラディアントブースターを、ポイントで仕込んでいこうと思います。さすがマルチなベースアイテム、はい、上からですね。そうですね、これも本当に少量ですね、うん、少量でいいですね、はい、うんうん、少量を取って、で、こういうその頬骨の高いところですか。そうですね、ごめんなさい、ちょっと入れ方としてなんとなくここに薄くツヤ玉がちょっとできるかなみたいな感じで、でこの下地は本当にあのスーパー何でしたっけ、マルチマルチ、マルチスーパーじゃなかったですね、マルチですね。ちなみに先ほどのファンデーション保湿力はいかがですかという質問が。保湿力もあって、はい、あの私が撮影で使ってる時に、こっちはあのこちらのファンデーションはあの全く崩れないんですね。保湿力もあって、崩れないで一日いられるので、本当に長時間の撮影でも乾燥もしないですし、崩れないので、本当に薄付きでカバーしてくれるので、素晴らしい。必要的ですね。お仕事をされる方もあの直す時がない人が多いと思うんですけど、肌にピタッとつくのがすごく優れてるファンデーションですよね、なるほど、はあ、なんかセラム成分が入ってるらしくて、セラムファンデーションという名前もついてるくらいなので、はい、そのスキンケア効果もバッチリ、はい、本当にすごいピタッとピタッとつくんですけど、絶対乾燥もしませんし、すごいキメが整って、それがあの1日持つんですよね、なんであのよく私もあの使い分けて撮影で使うんですけど、これ本当に少量薄くピタッとあのカバーしておくと本当に一日の撮影持って、今日何つけたのって聞かれますね、はい、やっぱあと長持ちなのがいいですよね。撮影も結構長い時間の時とか終わりになりますよね。だいたい乾燥してきてしまうんですけど、美容成分が入ってるので本当に薄付きでこう保湿効果があって、キメが整ったままで一日いてくれるのが私は気に入ってますね。ありがたいですね、はいはい、そしてこのツヤがね、乗りましたね。そうですね、ちなみに発売日いつですかって来てますが、2月15日、3日後、はい、明後日発売です。明後日です、はい、パウダーいりますかって来てるけど、もういらないですよね。私は使わないですね、パウダーは、はい、あの本当に気になるところだけこういったあのチークに入っているこういうハイライトで少しあの気になるところを抑える場合もありますけど、普段はあの抑えないです。はい。なるほどです、はい。値段も聞かれている。今私が塗ったのがナーズナチュラルラディアントロングウェアファンデーション全19色で、6100円です、はいはい。標準色ははドービルという色です。はい。はい、ドービルは6605番です、はいはい、あで、あ、今日言い忘れました、このインスタライブの様子は24時間ストーリーズに保存されますし、あの使用したアイテムは後ほどインスタの、ポストもしますので、ご心配なく、見逃した方も焦らないでください、はい、ということでベースは終わり。そうですね、簡単簡単
簡単だし、あと少量なのがびっくりした、うんうん、私絶対倍ぐらい使ってました。本当ですか？もったいない。絶対塗りすぎですよね。はい、でも本当に薄く仕上がるので、うん、あの見てもらって分かると思うんですよね、はい、とても嬉しい。ピタッとついて、やっぱりでも本当に光が当たるとツヤが感じません、うん、上品なツヤ、きめ細かいツヤって感じですね、うん、はい、いいですね。お上品でございます。お上品でございます。ありがとうございます。素敵な素敵な顔立ちに、やっぱりあのキメが整いながらツヤにつながると目鼻立ちもはっきり見えるんですね。ああ、なるほど。ファンデーションのツヤっていうのは、そこがポイントです。はい。はい、で、はい、あのせっかくなので今回、はい、メイクの新作もナーズさんにお持ちいただいたので、はい、私に色物も仕上げてもらえますと、はい、嬉しいです。何を使いましょうか。あ、それね、それやばいですよね。これは可愛いです。これどうしたらいいですか。これはスキンディープ、はい、そこでナーズスキンディープアイパレット、はい、こちらもあさって15日数量限定発売、7400円です。12色も入ってて7400円、お得じゃない。お得、お得ですね。これはもうすぐ買いに行った方がいいやつな気がする。買いに行った方がいいですね。しかもステイルなしカラーっていう感じですね。どの色も可愛い。マットとパールが入ってるので本当に使えますね。はい、じゃあこれを使って、はい、お願いいたします、はい、どれがお好きですか。迷いますね。迷いますね。でもここら辺の色は、はい、この色を使って、はい、ここのね、鏡によくね、いろんな人が映り込む事件簿が起きるんです。はい、はい、もう本当に軽く影色をつけていく感じですね。これを使って、すみません、ね、こうアイホール全体ですね。そうですね、アイホール全体にパールを入れていきまして、はい、なんか軽く影を作って、ほうほうほう、で、これは筆かアイスか、こっちで、このこれ毎日この2つ迷いながらメイクするの楽しそうですね。楽しそうですね、ね、このちょっと現代混ぜた原画色のようなものを、原画色ですね、はい、ちょっと二重の幅に、失礼します。二重幅ですね。二重幅ですね、はい、はい、で、なじませて、で、少しこのどうなってるんだろう、ちょっとレンガ色の、あー綺麗、すごい綺麗、綺麗、なんか、うん、ちょっと上を見ていただいて、目尻3分の1に、この温度を少し、ちょっと上を見ていただいて、ありがとうございます。こちらに、ブラシもナーズですか。ブラシもナーズです。まさかの、ほん、繰り返した。で、この先ほど入れたやつ、派遣の子、はい、ちょっと上を見ていただいてありがとうございます。この先ほど入れたパールとこのハイライトを少し混ぜて、はい、この涙袋のところに少しかけていきます、はい、すいません。はい、はい、できました。できましたね、はい、見てみよう。目がもともと大きくていらっしゃる、ちょっと素敵、あのお洋服に、お洋服がちょうどおしゃれな、はい、今ね、一番流行ってるようなね、赤みのブラウンで、うん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 、ちょっとレンガ色のものってちょっとモダンに見えて、女性らしさもプラスできますね、赤みブラウンで。なるほど、すごい素敵、はい、で、アンド口紅リップ、リップは東平先生、はい、こちらで、はい、リップ、この人をご説明を、はい、はい、ナーズベルベットリップグライド、ベルベットリップグライドは、3700円、色番は2736です。こちら限定ですね。
これすごい可愛い色なんですよね。しかももう発売中。え、これ発売中ですか？発売中ですよね。はい、限定なので皆さんお早めに。これすごい私一番のなんか今年の一番可愛いなと思った色味ですね。お、結構サイドが高めの黄身の赤みなんで赤なんですけど、なんかこういうちょっとパーンと発色のいいものをこうつけて、うん、ちょっとすごい発色がいい、発色がいいですよね。で、ちょっとびっくりしたなと思うかもしれないですけど、可愛いですよね。それで少しなじませてしまう、うん、でちょっとどうでしょうか。そうするとさっきのようにしっかりつけて色味を楽しむこともできるし、こ、うんうん、うすると、うんうん、普通にオフィスでも使えるような赤なんですよね。かわいい、かわいくないですか。これかわいいですね。もうすごいかわいい。私これもう大好きです。大好き、すごい愛が、愛が大好きです。大好きな時にわーかわいいと思って、なんかこの見た目よりすごい使いやすいですね。使いやすいですね、うん、もう今年の赤というかって言っても過言ではない、うん。これチークブラシがないんですけど、もしたいですか。これチークブラシが今出てない。これチークブラシじゃないですね。これその人違いますね。違いますね。チークブラシじゃないけど、ちょっとちっちゃめのやつで入れてみましょう。はい、入れてみますか。こちらも新色ですよね。はい、こちらも新色。はい。ちょっと持ちを。あ、ちょっとアシスタントさんが来てくれるかしら。あ、その人のね。はい。モサタ。はい、モザイクグローブラッシュ。こちらも数量限定で、あさって発売、うん。あ、今ちょっとありますね。ただ、来てくださいました。謎のやつがないですね。すいません、また渡してて。はい、これで、はい。はい。3色を、混ぜて取る。この、なんとなくブラウンと赤を、はい、はい。取って、はい。この高いところに、すごい軽く入れるんですよね。それで外にぼかす、うんうんうん、ここに高いところに入れて入れて入れて、結構発色がいいので少しこの高いところに軽くちょっと私右利きなんで、そうですよね、そうですね、こうやって入れて、ここの高いところに入れて外に引っ張っていきながら、このブラウンをもう一回さらに取って、うんうん、ブラウンをちょっと外側になじませていきます。こちらもブラウンだけを取って、そのレッドとブラウンを入れた外側にかけていきます。ブラウンはちょっとシェーディング的に使っていくってことですか。はい、そうですね。でも昔のようにここをシェーディング、うん、シェーディングっていうよりは、このほんのり赤みを入れたところの側面につないであげるような感じで入れていきます。それで余ったのでなんとなくフェイスラインをこうやってかけていってしまうと、うんうんうん、自然な感じに仕上がりますね。はい、はい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 、どうでしょうか。出来上がりました。出来上がりました。ありがとうございます。はい、できました。はい、おお、すっごい顔が元気になった。顔がしっかりしましたね。夜7時半にして顔がしっかりした私について。はい。はい、顔が明るくなったというのがコメントくれました。ありがとうございます、はいはい、ということで今私が使ったものが、このナチュラルラディアントロングウェアファンデーション、そして、マルチの子、はい、この子がメインアイテムでございました、はい、ということで次もう1パターン、はい、もう1つファンデーションがございますので、はい、東平さんの顔で、そうですね、ぜひタッチアップお願いしたいなと思います、はい、シアーグローファンデーションでございます。こちらは、肌を整えてくれてシアー感があるサテンのような輝きを、はい、出してくれるファンデーションでそうです。はい、私も今眉のみ描いてる状態です。はい、私しっかり仕上がったんで東平先生はあとはお願いします。私もこの時間でやっと仕上がります。やっと仕上がります。はい、あ、大丈夫ですか。はい、はい、でこちらなんですけれども、ファンデーションのポンプは別売りのに800円になっておりますので、別でセットしてもらいます。で同じように標準色はドービル、はい、これもドービル、はい、です。でちょっと黄身の、今使ってるのごめんなさい、フィジー、フィジー、この人はフィジー何番だったかな、
フィジーはね、6044。そうですね。イエベさん。はい。明るめイエベさんみたいな。そうですね。感じですね。で、あのシアなタイプなので、はい、でとてもお肌が綺麗なので、ちょっとあの、トーンが明るいものを今選んでますね。うんうんうん、すごい綺麗。うんうんうん。塗り方はやっぱり同じで少量ずつ、で少量ずつ、そうですね。ファンデはね、どちらも限定ではないです。ないです。はい、大丈夫です。なんかテクスチャーってこの2個のファンデで全然違うんですか？全然違いますね。こちらはあのシアグローで、肌の本当に、なんていうんですかね、こう自身の肌を生かしながら、うん、あの透け感が残って仕上がるツヤ感というんですかね、うんうんうん、じゃあ私のさっきのやつは割としっかり感というかお仕事とかでもいいような感じの仕上がり で、はい、うちのシアグロファンデーションの方がなんかナチュラルな素肌感生かしみたいな感じですね。綺麗ね。トエさんなんか明るく見えます素敵です。ありがとうございます。そうですね、うんうんうん、結構本当にもう薄付きでツヤが残るタイプなのでこれぐらいで。やっぱ指付けがいいんですか？ってやっぱり指付けがいいですね、うん、あのなんていうんですかね、ピタッと肌にあの私服でつけてってあげるのはなんかあのそのツヤ感につながると思うので、ツヤ肌は結構指使い、はい、そうですね。でとてもこれも、うんうんうん、こちらのファンデーションもナチュラルに仕上がるファンデーションですので、うんうん、まあ、特になんて言ったらいいんですかね、変な話、あのテクニックいらず、うん、本当に私服の広いところで少量をちょっとずつちょっとずつ広いところからカバーして見せていくっていうのがポイントになってきますね、うんうんうん、カバー力でいうとじゃあさっきの方が、さっきの方が高めですね。だけどこちらも本当に程よくカバーしてくれて、うんうん、あのツヤ感が残るのでこっちもおすすめですね。綺麗、うん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 、力加減どのくらいですかって。力加減はもうソフトにしてますけどどうですか、うん、されててでもちょっと抑えながらやってる感じがピタッピタッって感じもきますよね。ピタッピタッ、うん、ピタッピタッです、はい、素敵、はい、整いました。あ、そしてもしかしてミックスするのをしようと思ってたんですけど、はい、どうしましょう、忘れました。ミックスしても大丈夫です。そうです、してもよし、よりツヤを際立たせたい場合は、うんうん、先ほどの下地ラディアントブースター、ラディアントブースターと、はい、スーパーラディアントブースター、そうです、スーパーラディアントブースターとこちらのファンデーションをこのように大体1対1ぐらいですか。そうですね、こうちょっとずつ混ぜながらでもいいですし、もう全部混ぜて初めから混ぜて使うこともできます、はい、上系テクで今あの、まあ、間違えちゃったんですけどベースだけ塗ったんで、はい、あの、はい、ファンデーションだけ塗ったパターンと、うんうんうん、このように少し上から足していくと、うんうん、本当にツヤ感がアップしますし、うんうん、これでその混ぜた場合で全顔いってもいいんですか。混ぜた場合で全顔いってもいいですし、うんうん、今私間違えてしまってファンデーション薄く塗ってうん、うん、今混ぜたものでこう、うんうん、重ねていくんですけど、そうするとまた違ったツヤ感のこうキメの整った肌が作れるんですね。さっきの仕上がりよりも、もうちょっとこうグッとツヤ感がアップして、うん、少しカバー力も上がるような、うんうんうん、作り方もできますね。なんか立体感が出ますね、うん、そうですね、このように高い位置に入れるの、高いところからカバーし乗せてきながらだんだん広げていく、うんうんうん、そうするとツヤの肌がどんどんしっかりとしたツヤ肌を作ることもできます、うんうん、テララン感増してますね。テララン流行ってると思うね。よかったね。テララン流行り。お店でテララン下さいって人がいたらどうしよう。何ですかそれって。分かってもらえるかな、お店の人に。でもこれも非常にパール感がすごい繊細で上品なツヤなので、なんか昔みたいにこう何ですかパールをつけてキラキラみたいなやらしい感じのツヤにならないのがすごくいいですよね。上品ですね、はい、すごく自然です。はい、うん、綺麗、さっきよりカバー力がアップして、ね、なんかツヤ肌がグッとこう立体感が
アップしますね、うんうんうん、はい。それでも気になる場合はコンシーラーとかも使っていくみたいな感じですかね、はいはい。だからいろんな使い方が楽しめますよね、うんうん、先ほどのあのツヤを仕込むこともできるし、うんうん、初めから薄く下地として使うこともできるし、うん、今のようにファンデーションの上からもう一回あのカバー力が欲しい時に混ぜてツヤ肌を作り出すっていう感じの使い方もできるっていう、なるほど、はい、なるほど、いろいろ使います、いろいろ使います、はい、マルチです、マルチなディラランです、はい、はい、上品です、上品です、はい、からの、からの仕上げてもらいましょう、はい、これを使わずで良いのか、そうですね、はい、じゃあまたその人、はい、この方で、はい、はい、同じく2月15日数量限定発売になるナーズスキンディープアイパレット、はい、お先ほどとは違う色を使ってます、ね、はい、そうしましょうか、じゃあ先ほど赤みだったのでこちらの、はい、グレーズみたいな色ですね、上品な色ですね、こちらも、ちょっとごめんなさいね、はい、大丈夫です、グレー、はあ、ブラウン、そうですね、みたいな色、グレーブラウンみたいな、はい、ちょっとかっこいい色ですよね、このすごい素敵、このパレット、うん、やばいですね、はい、結構神、そうですね、いろんな顔が作れますね、うんうんうん、かっこいい、ね、でこうちょっと指とかでこうぼかし込んでしまうと、うんうんうん、はい、で、はい、少し影をつける、はい、今この、はい、この色を取りました、はい、はい、で少しだけこの目頭のところと、肌なじみのいい色ばかりのパレットってすごい、本当そうなんですよ、12色も入ってるんですよ、目頭と目尻に影を足すといいんですね、そうですね、少し足していただいて丸さを強調するような形で入れたりとか、どうへティララン美人ってきたよちょっとごめんなさい、笑っちゃいましたすいません、うんうんうん、そうですね、なんかうんうん、下まぶたもうちょっと全体に全体目で、はあ、入れてしまうとなんかかっこよく仕上がるのかな、かっこいい、かっこいいですね、すごい似合う、かっこいいですね、あ、すごい変わった、すごいかっこいい、ちゃんと化粧、今から遊びに行った方がいいよ、本当ですか、これいいのかな、この色すごくいい、いいですね、あとこのマットな締め色をラインのように、うん、ちょっと目を閉じて、マットなブラウンを締め色に細く、そうですね、細く入れてます、ね、シャドーライン使いで入れてますね、はい、うんうん、かっこいいですな、そうですね、なんかいろいろ使えますね、いろいろ使えますね、はい、うんうん、ちょっと目尻長めに、長めで、はい、うんうん、あ、ごめんなさい、素敵です、素敵です、ちょっと待ってくれね、で最後に、最後にちょっとゴールドを足しますね、足しますね、このゴールドを中央のところに足して、黒目の上、はい、ら辺に、黒目のところに足して足す、でちょっとブレンドしていく感じですね、うんうんうん、でちょっと上見ていただいて、下のところの前、雰囲気全然変わりました、そうなんです、すごい素敵ですよね、そうですね、はい、はい、素敵です、アイシャドウが仕上がって、じゃあちょっとトヘイさんの顔の寄りをしっかり見せてもらって、はい、でリップで仕上げる前に、前にこうちょっと戻りまするが、はい、そうですね、ちょっとあのこう
ポイントメイク仕上げていって、うん、もうちょっとここカバーしたいなっていうところが少し出てきた時に、うんうんはい、やっぱりこっちシアーなので、うんうん、こちらのコンシーラーを使って少しカバーしたいなっていうところをカバーしていきたいと思います。そうですね、ポイントメイク仕上げていくとまたなんか足りないところとか見えてきますよね。ちょっと私影を入れたので、はい、ここのちょっとした影に、うんうん、あのコンシーラーの入れて少しカバーしてあげると、はい、そうやってあのどんどんこうベースを作っていくと、うんうん、濃くならないで仕上げることができるんですよね。ポイントメイク仕上げる、ま、にやるとこうすごい作っちゃうって感じがするんですけど、後からこのようにポイントで入れてあげるとあの極力薄い肌で、あ、そうか、最初から完璧にやるとすごい濃いベースメイクになっちゃったりとかしますね。そうですね。で、あの、あと一般の人たちももう画用紙を真っ白にしちゃってから絵を描こうとすると結構難しかったりとかするので、うん、ポイントメイク仕上げて、あ、本当にここだけあとカバーしようっていうところをカバーしてあげるのも一つのテクニックですね、うんうん、こちらナーズラディアントクリーミーコンシーラーです。はい、これもカラバリが11色もあるので、はい、ぜひカウンターで色を選んでいただけるといいなと思います。すごい仕上がってきた。なんかね、ナーズのお店にいそうって言われてた。素敵ですね。ポイントでこういうところもカバー、口元とかもカバーしてあげると、うんうんうん、ちょっとツヤ肌なんですけど、うん、このコンシーラーの質感の良さでカバーしたいところだけこのコンシーラーのカバー力で、うんうんうん、また違った立体感が生まれてきますよね、うんうん、滑らかな塗り心地、よりづらいという、はいはい、ナーズのベストセラーコンシーラーでございます。こちらにも新色が追加になっております。はい、欧米風ってきてる。欧米風で、これはもう簡単なんで、ご自身で塗ってみましょう。私塗ってみましょう、はいはい、そしてリップの仕上げは、あ、どうぞこれを手を拭いてくださいね、はい、こちら、ナーズアフターグローリップバームでございます、3月の22日に発売されます、3500円。このラフに塗っていいですか？そうですね、超可愛いですよね、これ。これは一般の人にもすごく使いやすくて、うん、トリートメント効果もあるので、すごい鏡いらずって感じ、本当は可愛いですよね、うん、可愛い、ね、うんうん、なんかほんのりあの今オレンジ味があったりとかピンク味だったり、うんうん、ベリーだったりってあのちょっと幅があるので、うんうん、しかもすっごいつけ心地いいですよね、すっごいいいですね、すごいずっと塗ってたいこの心地よさって感じです、うん、はい、しかも見た目もすっごい、うん、他の色もね、パッケージが可愛いですよね、はい、こんなにあって可愛いのでございます。こちらが3月でございます、はい、ということで、はい、ナチュラル派の東平さんと割と、はい、まあ、目はね彫り深いになりましたけど、はい、私も、はい、こっちのナチュラルダリアントロングウェアファンデーションで仕上げた私のメイクと、シアーグロンファンデーションで仕上げた、はい、東平さんのメイクが完成しました。しました。嬉しい、上品、すごい可愛い、うん、ナーズのお店に立った方がいいっていう噂がある。テラナーしか言ってないけど大丈夫ですか？はい、ということで、はい、まだまだずっとやり方をお伺いしたいぐらいなんですが、はい、多分そろそろお腹を空かせてお家で待っている、はい、そうですね、マッシュちゃんもいらっしゃるということで、はい、締めたいなと思っております、はい、で最後にプレゼント発表します。待ちに待った。なんと先ほどこのご紹介してもらいましたこのナチュラルラディアントロングウェアファンデーションのなんと8色も試せるサンプル、うん、そしてこれだけじゃないですよ、これだけじゃなくて、さっきも使ったラディアントクリーミーコンシーラートリプルプレイ、はい、このミニサイズですね。ミニサイズかわいい。ミニサイズいいよね、すごく。ちょっと出してみますね。かわいいですね。持ち歩きにいいんじゃないですか？このサイズ。かわいい。かわいいですね。これ、うん、そう、これが3つです。入れたい。なので、こういうことですね。この、よいしょ。いっぱいある。3色。この、はい、これをセットで。セットで3名様にプレゼントしちゃいます。すごい。豪華。豪華ですね。なんかベースメイクがこれでうまくなれそうな気持ちがいたします。
ということで、はい、こちらのプレゼントの応募方法ですが、いつも通り、インスタライブが終わった後に3人の、写真をポーチェのインスタにポストいたしますので、そちらにコメントをつけていただくというのが応募方法になります、はい。まあ、今日ライブ見た感想とか、今後こんなライブが見たいみたいなご要望ですとか、そんなようなことを、ぜひ書いていただければなと思っております、はいはい。ということで、はいはい、終わりの時間になってまいりました、はい。マッシュちゃんの元にお帰りいただく時間になりました、はい、ということで、うん、素敵なです、勉強になりました、とても、うん、はい、ぜひぜひ明日から実践をしたいと思いました、はい、またぜひ、はい、遊びに来てくださいね、ポーチェのインスタライブに、はい、お願いします、はい、ということで今日のゲストはヘアメイク奥野さんでした、はい、本当にありがとうございました。皆さんもご視聴ありがとうございました。